早急に話し合いたいことがあるということじゃったが、一体何の話じゃろうな。お邪魔しますぞ、殿。来たか、正信。こうして呼び出される理由は分かっておるのだろうな。何のことやら見当がつきませぬな。私ほど徳川の家を思っておる者はいないと自負しておるのですが。主君の名を語って諸将に偽の書状を出し、さらには戦端などという外道の策を用いて家中の輪を乱したこと、これらすべて徳川の家のために行ったことだと申すか。そういえばそんなこともありましたな。してどうします？この私の首をはねますかな？それならそれで構いません。弱いももう60を超え、棺桶に片足を突っ込んでおりますからな。今さら死にたくないなどとは思いません。善人であれ悪人であれ、いずれは死ぬものですからな。分かっていたことだが、食えん男だな。お前に罪の重さを知らしめるのは閻魔大王でもできんだろう。それではまるでこの私が生まれつきの悪人のようではありませんか。違うというのか。それでお前の今後の処遇だが、こたびの戦でのお前の罪過については全て不問とする。どういうことですかな。先ほどの殿のお言葉からすると、私は徳川に害なす大悪人のはずですが。世の中には善人も悪人もない。利用できるもの、食えないものがいるだけだ。そして俺がこれから治める天下には数えきれんほど利用できるもの、煮ても焼いても食えんものがいる。天下人ならばお前ごとき小物を使いこなせねば務まらんだろう。善人名をもて往生を遂ぐいわんや悪人をや。それは家中の者がよくつぶやいている言葉だな。熱心な門徒だった頃知った言葉です。一向宗には悪人正気という教えがありましてな。己を悪人と自覚しておる者こそ真実を知ることができるという教えです。己を善人だと思っておる者は得てして己の傲慢さや厚顔無知に気づかず目が曇るものですからな。真っ向臭い話など聞きたくないぞ。意外とバカにしたものではありませんぞ。宗教や信仰というのは人の弱さや醜さをむき出しにしてくれますからな。二人ともよく来てくれたな。お互い生きてまた会えるとは頂上だ。とうとう天下人となったか。あんたならできると思っていた。もっとも征夷大将軍となるまでにはまだしばらく時間がかかりそうだがな。公家たちへの付け届けに金がかかってしょうがない。本当にお前たちには感謝してもしきれん。俺たちは何もしていない。あんたは自分の手で戦国という時代の幕を引いたんだ。そうか。和也よ、お前の故郷雪村一族の里は政宗には手出しできぬよう取り計らう。かの知恵はいずれは徳川の血筋のものを入れるつもりだ。他に何か望みはあるか？お前が望むものなら何でも好きなものをくれてやるぞ。特にない。俺は静かに暮らすことができればそれでいい。約束しよう。お前たち鬼が静かに暮らせるより良き世を、太平の世を作るとな。なんだ？あの薬は俺の治世の汚点となる。決して世に出してはならぬものだ。残っていた先端は全て処分した。製法について記した書きつけも一枚残らず焼き捨てさせた。あれが再び使われることは金輪際ないはずだ。俺たちはそろそろ行く。達者でな、家康。俺は信康が誇りに思ってくれるような父親になれたと思うか？ああ、もちろんだ。和也、お嬢が呼んでおるぞ。返事ぐらいしてやったらどうじゃ。すまない。考え事をしていて気づかなかった。一体何の話だったのだ？いや、そういうわけではない。気にするな。お前はあれこれ悩むたちなのだな。心配はいらない。いやいや、お嬢、顔が赤いぞ。和也に頬を撫でられるのがそんなに嬉しいのかの。そりゃあ恋する娘じゃからの。まさかあのお嬢がこんなに女らしくなるとは思わなかったわい。詳しい話は八瀬姫が目を覚ました時にする。今は聞かずにいてくれ。皆には本当に心配をかけてしまったわね。私が眠っている間、いろいろ大変だったでしょう。いやいや、こうして元気になって何よりじゃよ。本当にのう、一時はもうダメかと思ったぞい。あなた、ずっと私の看病をしてくれてたのよね。本当にありがとう。八瀬姫に一つ提案したいことがある。何かしら。俺はあんたに嘘をついていた。鬼の掟を破り人間に手を貸していた。さらにそのことを皆に咎められると十奇衆から外されても構わんなどと言いもした。すべて十奇衆としてあるまじき行動だ。すまなかった。いいのよ。もう済んだことですもの。塩見じい様、琴浦じい様、和也を十奇衆から除名するというのは取り消してしまっていいわよね。これ以上はぐれ鬼を生むようなことをしてはいけないもの。取り消すも何も、もともと和也が勝手に言っておっただけじゃからの。もちろんじゃ。我々には和也の力が必要なのじゃからな。今のはぐれ鬼を生んではならないという話に関わることなのだが、酒呑童子、そして八千代というはぐれ鬼は命を落としたが、もう一名柊という鬼はまだ行方知れずのままだ。姫は以前はぐれ鬼の一族を十奇衆に復帰させたいという考えを持っていたと聞いている。ええ、その通りよ。はぐれ鬼のほとんどは人や鬼の目につかぬ場所に隠れ住んでいると聞く。その者たちを探し出すのには途方もない時間が必要だろう。そのはぐれ鬼たちを探す役目は俺に任せてもらえないか。あなたがそうしたいと思うようになった経緯を教えてくれるかしら。俺は酒呑童子と名乗るあの鬼と戦った。あのはぐれ鬼は俺たち十騎衆に多大な恨みを抱いていた様子だ。はぐれ鬼の一族の中にはかの者と同じような境遇で生まれ育った者たちも多くいるはず。そんなはぐれ鬼たちの心の救いになりたいと思った。和也のその申し出、とても嬉しく思うわ。でも彼らの一族は全国に散り散りになっていて、彼らを救うには長い長い時間がかかると思うの。一生かかっても終わらないぐらい。承知の上だ。次にここに来られるのは数年後になるかもしれないわ。里にいる一族の者のもとにもめったに戻れなくなるかもしれない。それでも覚悟している。痩せの地を踏むことができなくなっても構わん。お嬢、どうしたのじゃな。あなたがしようとしていることはよくわかったし、とても意義があることだと思うけど、あなたはあの子の気持ちを考えたの？あなた方のことは眠っている間に夢で見たから知っているわ。愛し合っている相手を不幸せにしてはぐれ鬼を救うというのは矛盾してるんじゃないかしら。姫に一つ頼みがある。あの娘をこの俺に任せてもらいたい。彼女はやせ姫の護衛役を務めているというのはよく知っている。その上で頼む。俺には彼女が必要だ。ずるいわね。もしここで私があなたの願いを却下したら、あの子おかしくなってしまうじゃない。いいわよ。どこまででも一緒に行きなさい。ただし、あの子を泣かせたら承知しないから。ああ、何があっても泣かせはしない。合議の最中にいきなり席を立つとは棟梁としては失格だな。ああ、許可は得られた。明日の朝だ。この後急いで旅支度をしなくてはな。もっとも大した荷物もないし、さして手間はかからんだろうが。お前も急いで支度をしろ。長旅になるから覚悟をしておけ。何があっても俺のそばにいるのだろう。約束したはずだ。許しは得たと言っている。俺と共に来てくれるな。よく似合う。もしかするとまたお前を危険な目に遭わせてしまうことがあるかもしれない。女の身でありながら飾り立てることもしてやれない。気が回る方ではないから、今までそうだったようにお前を傷つけてしまうこともあるかもしれない。それでも俺と共にいてくれるか。